めっちゃ前髪が伸びたあんなにオンって話したのにもう前髪が伸びすぎて逆にもう目に入りそうになってて、また切りたい。目にねかかってて邪魔なんですけど、伸びちゃった。めっちゃタコスケさんピカピカ、ゼータンさんハート、ヒロシさんオリクさんピカピカ、ひたちさんゴーさん応援してる、ありがとう。アスパラさんかわいい、 BBB さんクックさんピカピカ、ありがとうございます。 A ランチさんピカピカ、ありがとう。福太郎さんお疲れ、ありがとう。嘘だよタワーもありがとうございますこんばんは。もう前までさ、 2,3 週間前まではさ、この眉毛上だったのにさ、もう伸びた。え、本当に前髪伸びるの早いね。ペンギンさんピカピカ、スーさんハートありがとう、こんばんは。スカイホエルさんハートありがとう、 BBB さんハートありがとう。一日ぶりにお家に帰ってきました。昨日はね、大好きなトロブユリさん、元 ST48 で今はね女優さんとしてね活動されてるトロブユリさんにお会いしに行ってきました。そう、なんか昨日のお昼過ぎレッスンが終わってから行ったので、そう1日ぐらいしか一緒にいなかったんですけど、ほぼでも1日か1日一緒にいれました。楽しかった。そう、お前でねアーシャ撮らなくてよかった。本当にアーシャまだ撮ってないから。りゅうちゃんハート、よいさんレインボースター、 BBB さんりゅうちゃんハート、ひろさん結婚して、よいさんハート、みろさんピカピカ、ララバイさんハートとお疲れ、スーさんだるま、真空圏さん名前読まないでくださいさんピカピカ、ナーラブさんたくさんのレインボースターありがとう。トロブゆりさん、ゆりさんのね地元に行ってきまして、ゆりさんとご飯食べて、ゆりさんのお家実家にお泊まりさせていただいて、さすがにねバラバラで寝たんですけど、起きて一緒にメイクしてご飯行って、まあ、バイバイっていう感じだったんですけど、めっちゃ楽しかったです。ヒロさんハートありがとう。そう、実家に行ったんですけど、お父さんとお母さんは今なんか旅行行ってて、ちょうどゆりさんのパパとママがいなくなった、その旅行に行っちゃったタイミングで、そう誘っていただきました。なんか本当は日帰りっていうか、ご飯食べてもう帰ろうと思ってたんですけど、なんか夜遅くなるしって、ちょうどパパとママ旅行に行っちゃって家に一人になっちゃうからお泊まりしなーって言ってくださって、そう初めてゆりさんの実家に行ってお泊まりしました。なんかゆりさんはゆりさんのママが使ってるベッドで寝て、私はゆりさんの部屋、元ゆりさんの部屋のゆりさんが昔使ってたベッドで寝ました。とっても幸せでした意外とね、ゆりさんとは結構 STU にいる時もお出かけ行ったりとか、まあ、卒業されてからのがよくお出かけ行ってるけど、お出かけとかご飯には行ってたんですけど、お泊まりっていうのはしたことがなかったので、めちゃめちゃ楽しかったです。真空圏さん、 A さんピカピカ、スーさんハート、ウエチンさんお疲れ、エイさん応援してる、スーさんチップさんハート、チップさんタコスケさんポップコーン、ミーさんレインボースター、 DJ さんハート、ナーラブさんポップコーン、ベニちゃんピカピカ、ヒロさんハートありがとうございます。フォローもありがとう。ナーラブさん、バルーンクマだっけこれ、クマさんありがとう。何クマさんだ、
あ、風船クマだった。風船クマありがとう。そう、ゆりさんと一緒、あのお会いしに行きました。だるまありがとう。本当はね、あの、ま、去年の12月に東京旅行行った時に、あのみちさんのね舞台とか行った時にゆりさんにもお会いする予定っていうか、あの約束をしたんですけど、そうお稽古がね長くなっちゃって会えなくなっちゃってたので、本当に去年1年ぶり、本当に1年以上ぶりぐらいにお出かけしました。去年は3月の、そう24日ゆりさんのお誕生日の時にお仕事で東京にいてお泊まりだったので、ね、とゆりさんの誕生日当日にお会いして、おあの祝わせていただいてプレゼントを渡して、で12月の予定だったけど会えなかったので、この前のリハーサルか前日のリハーサルで久しぶりに1年ぶりぐらいにお会いして、でしかも前お会いするとき大体夜ご飯だけとかカフェ、なんかお昼から集合してでも夜にはバイバイっていう感じが多かったんですけど、今回はね夜ご飯を一緒に食べて、一緒にゆりさんのお家に帰って、あコナンを見ながらコナンの話とか、それこそなんかいろんな話とかして、でバラバラでお風呂入って、でお風呂上がった後はあのゆりさんがね、ゆりさんの実家にアイスがあったんですよ。ブルガリーヨーグルト、ブルガリーヨーグルト、ブルガリアヨーグルトのアイスのいちごがあって、それを一緒にね食べようって言ってくださって、アイス食べながらお話しして、2時ぐらいまでずっとお話ししてて、そっからバラバラで寝てみたいな、で朝起きて一緒にメイクしながらまたお話しして、でカフェ行ってランチして、でまた帰ってきて、その私の帰るゆりさんがねその予定があったので、まあ、それまでに帰ろうってことで、そうギリギリまでゆりさんのお家で、あのメールに送ったと思うんですけど、カフェオレお互い飲みながらあのいろんな話して、でバイバイって感じだったんですけど、めっちゃ楽しかった。なんか本当にメールにも書いたんですけど、なんかゆりさんと私なんかお姉ちゃん的存在で、4歳上24歳、ちょうどね24歳に先日なったんですけど、でも24歳差で、本当にお姉ちゃん、私はお兄ちゃんいるんですけど、お姉ちゃんが欲しいってすっごい思ってたから、そうこうお姉ちゃんって感じで、本当にね何でもズバズバ言ってくれるんですよ。もうね似合わないっていうことは似合わないって言ってくれるし、で可愛い時は可愛いって思ってくださるし、本当にすっぴんでブサイクの時はブサイクって言われるし、まあ何でもねこう私はこう思うよとか、もう全部ちゃんとズバズバ言ってくださるんですよ。で私本当にズバズバ言ってくださる方がこう好きっていうか、一緒にいてなんか楽っていうか、合う、自分に合うからめちゃくちゃ相性が良き。帝国さんハート、高圭さんピカピカありがとうございます。ひろひろさん、みろさんハート、名前を読まないでくださいさん、だるまとハートありがとう。そうゆりさん、そうめっちゃコナン見てるので、そうコナンの映画始まるねとか、ユニバコナン始まったねとか、あの動画配信サイトでコナン映画始まるから過去の作品あの配信されてるねとかいろいろ話しました。ずっとね平次会のやつをつけてくださってた映画。そうです、なんで関西弁、兵庫県出身です。めっちゃ兵庫県です。モビさんハートありがとう。そうめっちゃ楽しかった。なんかそのゆりさんのことも話聞いたし、こう自分のまあ、お話とか STU のお話とか
それこそ本当にもう今日は何の話してただろうな。あ、でもなんかめちゃくちゃゆりさんが今日履いてたデニムがめっちゃ可愛かったんですよね。でめっちゃ可愛くて、え、めっちゃ可愛いですって言ったらめっちゃ教えてくださったりとか、お洋服の何どういうブランド着てるんですかとか、なんかめっちゃ本当に何、私肌荒れとかがすごい時とかもう何もしてないんですけど、ゆりさん何してるんですかみたいな、どうしたらそんなに綺麗になれるんですかとかでもね、ゆりさんもめっちゃね教えてくださったんですよ。これめっちゃおすすめみたいな言ってくださって、このオイルとか、この何なんか皮膚科、ここのお店めあのここいいよとかめっちゃ教えてくださって、そう、あ、自分にお姉ちゃんとかがいたらこんな感じなのかなってなって幸せだった。超楽しかった。もう寂しい、次会えるのいつか分かんないけど、でも6月にゆうかちゃんとあずみの舞台があるので、純潔女王してシリーズの舞台があるから、その時に東京行くんでお会いしたいですっていうお話をして、東京の家にも来てって言ってくださったんで行きたい。まだ東京ゆりさん会ったことあるけどね、ゆりさんのお家には行ったことないから、ゆりさんのお家にお邪魔したいめっちゃ楽しかった。なんかねずっと話してました。あ、たまに何喋ってない猫ちゃんとの戯れる時間があったんですけど、ゆりさんのお家にはいっぱい3匹の猫がいて、もう全その3匹とも違うんですけど、なんかお顔とか色味とか全然違くて、もうめっちゃね、そのうちの1匹がめっちゃ懐いてくれて、もう朝起きたら布団の上に乗ってて、なんか足が重いなと思ったらその一匹のその猫ちゃんが乗ってて、で私がメイクしてる時もめっちゃ家に、あ、家じゃない、近くに来てなんかみたいな、もうこの辺までこうガシンみたいな、ガシンってなんかもう来てくれて、めっちゃ疲れとるやんって言われて、めっちゃねその3匹中1匹の猫にすごい懐かれて、私なんか STU のメンバーさんってなんか結構犬派が多い、まあ犬も飼ってるメンバーもいれば猫も飼ってるメンバーいるんだけど、なんか犬っていう印象が強かったので猫ちゃんと触れ合う機会がなかったんですよ。あんまり猫ちゃんと触れ合って猫ちゃんの可愛さに気づいて、前まですっごい犬派だったけど、なんか猫かわいいやないのってなりました。かわいかった。なんか喉がねうーんってなってて、これは何なんですかって言ったら、甘えてるんだよって、かまってとか甘えたいよとか、そういう感じのあれだよって言ってくれて、そう一匹懐いてくれました。めっちゃかわいかった。愛おしかった。大崎上島のカズさんピカピカ、釣り吉さんピカピカ、ヒゲニャンさんピカピカありがとうございます。としきさんピカピカありがとう。ゆりさんのストーリー、あ、インスタグラムですからしいです。皆さんゆりさんのインスタグラムのストーリーに私が出ているそうなので、ぜひ見てください。ただのりジョニーさんありがとうピカピカ。ゆりさんのインスタイレッツゴー、嬉しい。そう、家に行きたいな。お、見た？早い。インスタグラム見てね。ちゃんとね、今日メールにゆりさんのお写真載せたんですけど、ちゃんと許可得てるやつなので安心してください。ニッシーさん、持ち田さん、ハートありがとう。リンコさん、ピカピカありがとう。
チュールあげた。え、でもね、チュールね、あったんだけど、ゆいさんがあげてるのを私は見てました。なんかやっぱりね、3匹中1匹はすっごいあの懐いてくれたんですけど、もう2匹はなんか懐いてくれなくて懐いてくれなくて、あのこう手差し伸べたらグッとされて、なんかクンクンって匂うんですけど、ここね、猫ちゃんの顎下触ろうとしたらなんかみたいなされたから、あまり近いつかないように遠くから眺めてるだけだったんですけど、チュールあげてるゆりさんと猫ちゃんを見ました。スカイホーエルさん、アリンカさん、ピカピカありがとう。めっちゃ可愛かったです、猫ちゃん、猫ちゃん。めっちゃきのこさん、ピカピカありがとう。すごかったです。みんな鈴がついてて、なんか歩くたびにクン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 みたいな、いっぱい写真とかね撮ったんですけど、ちょっとね載せないんですけど、ゆりさんも確かね、あの STU にいる時代からね、あのいる猫ちゃんだったので、あのお名前もね聞いたことあったし、多分載せてるんですけど、お名前とかもね載せてると思うけど、しーって感じで、猫ちゃん3匹、女の子と男の子と男の子でした。メス、オス、オスでした。ヒロックさん、ハートありがとう。インスタ見てきた？嬉しい。ぜひぜひ見てください、ゆりさんのインスタストーリー。だから24時間で消えちゃうからね、インスタストーリーって。よろしくお願いします。はじめだよさん、応援してる、ありがとう。そう、ゆりさんのね、ゆりさんのベッドで寝ました。昔ゆりさんが使ってたっていう。ひろくさんもハートありがとう。懐いてくれた猫は死ぬ。本当はソラホースかな。ワンちゃん、あの何？このね、この人だったら遊んでくれると思って、あの何？思って利用されてただけかもしれない本当にね、信じられないぐらいね、こんなに来てくれることあるってぐらい来てくれて、もうずっとついてきてくれてて可愛かった。関山さん、えらい。はじめだよさん、応援してる、ありがとう。インスタストーリーめちゃくちゃ、どんな写真だったんだろう。めちゃくちゃ空の写真ってことだよね、ツーショット。めちゃくちゃ笑顔。今日の写真かな。あ、絶対今日だわ。1枚だけなんかっていうやつがあるから、他は全部歯とか出してない、メモがみたいな感じだけど、1枚だけがみたいなのあるから、これだな絶対。嬉しい、感謝感謝です。カツポさん、ありがとう。ピカピカ。ツーショットの空が満面の笑みだった。満面の笑み。そう、本当に幸せでした。新井さん、結婚して。かわいい。あ、結婚して。かわいい、お疲れ、ありがとう。もう、なんか、本当に、なんかいろんな話しました。でもね、なんか前とかは、会った時とかは結構もう8割9割相談だったんですけど、私の相談を聞いてもらってたんですけど、今回はなんか相談もしたけど、他愛のないこととか、本当に姉妹みたいな会話ばっかりしてました。逆に
7割ぐらい姉妹っぽい会話してた。3割も別に相談してないけど、なんか本当に楽しかった。なんかね、お風呂上がって2時間ぐらい喋ってたんですよね。なんかその時間もめっちゃ楽しかったんですよ。なんか他愛のない感じが、リビングで猫ちゃんとこうよしよしたりとか、こうアイス食べながらこう喋るとかで、今日も時間まで1時間ぐらいあったから、ゆりさんがお家でね、牛乳とコーヒーこう割ってカフェオレ作ってくださって、それを飲みながら話すとか、なんかそういう時間がめっちゃ楽しくって、あ、なんかいい休日っていうか、リラックスっていうかだなーってなって、めっちゃ幸せでした。ニコニコです。先日はね、もう1ヶ月前2ヶ月前ぐらいかな、にみちさんと焼肉行って、で先月はコッコさんとランチとか行って、で今日、昨日、今日はゆりさんともうお泊りもして、最高、ニコニコニコ。なんか4年前とかの戻った感じがしました。まあ、ゆりさんにお会いするとね、ずっとそんな感じするんですけど、それこそコッコさんとお出かけ行った時とか、あ、コッコさんが現役 STU にいてくださってる時に、まあ、STU にコッコさんがね卒業される前、 STU にいた時は結構高頻度でお出かけとか行ってたりしてたんですよ。だからその時の感じを思い出して、あ、こんな感じでお出かけしてたなとか、写真いっぱい撮ってたなとか、今日もゆりさんの写真撮ったんですけど、めっちゃ写真撮ったりとかして、いろんなところ行って教えてもらったりとかしたなと思って、なんかとろみちこっこさんとお出かけするときは、なんか初期の頃の気持ちを思い出すじゃないけど、めっちゃなんか幸せな2019年ぐらいに戻った気持ちになる。しかもめっちゃ多分、でもどうなんだろう、大人になったって言われたからあれだけど、妹にすごいなると思う。もうザ妹になる、とろみちこっこさんの前では。幸せ幸せ。そう、いや本当に隠しきれない幸福感、いや本当に幸せでした。なんかやっぱさ、緊張する方とさ、お出かけとかさ、お泊まり、まあお泊まり、緊張する方とお泊まりはしないけど、ちょっとさ、こうなんかドキドキする人とかいるじゃないですか。何がこう、もし無言になってしまった場合、どういう言葉で、どういう会話で、その会話を閉ざさないようにしないといけないかなとか、なんかめちゃ向こうなんか相手に気使ったりとかなんかするじゃないですか。だからといってこう、ゆりさんに 100% 気使ってませんとかじゃないけど、なんか無言でも大丈夫っていうか、話途切れても大丈夫だし、やっぱりこれ考えないととかっていう子もないし、なんて言うんだろう、めっちゃリラックスして、でも緊張はあるよ、やっぱりなんか推しメン様、推しメンだし、すごい緊張するけど、緊張もあるけど、その中ですごいリラックスしてお話できる方やなってめっちゃ思う。カズさんピカピカ、カイトさん、ん？守りたいこの笑顔、ありがとう、楽しかったです。みちさんの卒コン、それは嬉しい。そう、卒コンのね、みちさんの卒業コンサートのカメコタイムで撮ってくださった写真、あの見てます。私いいねとか、あのリポストとかはできないんですけど、あのしっかり見させていただいてます。あの保存させていただいてます。ありがたい。
みんな投稿してね。そう、幸せだった。リュウさんピカピカありがとう。確かにミチさん、確かにね、ユニさんとコッコさんといるときはミチさん末っ子めっちゃ出ますよね。リュウちゃんお疲れありがとう。そう、お互い、うん、そう、気を許してというかリラックスできました。もう幸せだった。でね、やっぱりお家にお邪魔するってことで、ゆりさんめっちゃ尾道ラーメン好きなんよね。だからやっぱ東京にね、いつ帰れるか分からんけど、帰るときにちょっとでも広島残っててほしいし、広島を東京でも感じてほしいので、尾道ラーメンをプレゼントしたんですよ。だからなんかいつもは麺だけ入ってるやつとかはもらったりとか買ったりとかするけど、なんかね、メンマとなんか缶詰みたいな、麺と缶詰両方2人前ずつ入ってる尾道ラーメンがあって、え、これだけでラーメン作れるみたいな、ちゃんとトッピングもついてる尾道ラーメンがあって、それをプレゼントしたらめちゃくちゃ喜んでくださって、みたいな、ありがとうみたいな、東京帰ったら絶対食べるみたいな言ってくださって、そう、具材もついてて、麺のみとと具材の、具材付きのもあったんですけど、やっぱ具材付きの方がさ、本格的な尾道ラーメンにちょっと近づくかなと思って、具材量ね、渡しさせていただいたんですけど、すっごい喜んでくださって、イエイってなりました。でね、そう、これはもう卒業コンサートのリハーサル、あ、卒業コンサートの前日のリハーサルでお会いしたので、その時にちょっと1週間遅れちゃったんですけどって言って、お誕生日プレゼント渡したんですけど、シルバーのリングを、だからそれをまずその場でつけてくださったし、で今日も、昨日と今日のお出かけにもつけてくださってて、こうゆりさんの SNS を見たら結構シルバーのアクセサリーをつけてることが多かったんですよ。もちろんゴールドとかもあったけど、やっぱシルバーの、比率が多かったので、シルバーのアクセサリープレゼントしたらめちゃくちゃ喜んでくださって、みちゅさんとお揃いのお花のリングと一緒につけてくださっていて、嬉しいってなりました。すごいね、どんなお洋服にも合うようにシンプルめなデザインのにしたので、いっぱいつけていただけたらなって思いますそう、めっちゃつけてくださってた。ちょうどね、そのお渡しした時もシルバーのリングで、ね、もう4個ぐらいつけてて、両手に2個ずつ、2個ずつで4個ぐらいつけてたから、そう、やっぱシルバーで合ってた。なんかいつも化粧品とか、先日ってか去年はリップ、なんか保湿リッププレゼントして、その前は何あげたんだろう、でも卒業のされる時とかもリップあげたりとかしてて、化粧品コスメをあげることが多かったので、初めてリングをプレゼントしました。ゆりさんおしゃれさんだからさ、使っていただけるか分からんけど嬉しかった、つけてくださってて。え、そうそう、ゆりさんのね、そう、インスタグラムのストーリーに載っているそうなので、ぜひ見てください。え、ゆりさんにプレゼントしたリングね、写真にあるかな。あ、でもね、当日つけてくださってたんだよね、お渡しした瞬間につけてくださってて、どれが、これだ、この真ん中のこれをプレゼントしました。あのバッテンとクルクルってなってる、本当にザ・シンプルな感じのやつをプレゼントさせていただきました。嬉しい、使ってくださってて、昨日の写真にはね、あー見えない、今日の写真は、あ、今日の写真も見えない、でも使ってくださってました。うれしい、ニコニコです
もしかしたらゆりさんの今後もねつけてくださって、私がプレゼントしたリングが SNS で見れるかもしれない。みちさんにもね卒業おめでとうございますっていう感じであのリングをプレゼントさせていただいたんですけど、そのリングはシルバーなんですけど、またまたシルバーなんだけど、なんかデザインがなんかちっちゃな石みたいな石っていうかがついてるやつなんだけど、そこでピンクと紫がめっちゃついてるリングやったの。その中に緑とシルバーものあったんだけど、ピンクと紫がめっちゃ中に入ってるリングだったので、みちさんやんと思って購入しちゃいました。みちさんも結構リングとかつけてるイメージだったので、なんだったっけな、めっちゃ可愛くて一目惚れした。え、見てこれ、うわー、わかるかな、ほらピンクと紫で濃い紫で濃い紫でシルバーみたいな、めっちゃピンクと紫って感じだったんですよ。で、え、みちさんやんと思って、みちさんすぎやんと思って、あ、これはゴールドなんだけど、そう、これを渡し、あ、これだ、これをお渡ししました、みちさんには。めっちゃ可愛くない？ペンライトカラー可愛くて、買ってくださると嬉しいな。どうもみちさん、みちさんのX がさからも、あのね、これメンバーさんってさ、卒業されて事務所に所属した方ってさ、あのフォローねゼロになるんですよ。でみちさん今回も事務所さんだけなんですけど、寂しくなった、寂しい、寂しすぎる。みちさんからフォロー解除されちゃったメンバーみんなだけど、メンバーみんなだからあれだけど、もうみちさんの X が日付変わってさすぐぐらいにさ、あのアーティスト写真になって、プロフィールも ST42 がなくなっちゃって寂しい、すごい現実でした。でもゆりさんにもお会いしたいし、ゆりさんの舞台があれば私は東京に飛んでいくし、ゆりさんじゃないよ、みちさん。でもゆりさんもねマジで見に行きたいです。ゆりさんの舞台見に行ったことがなくて、マジでね、あの行きたい。そう、え、そうなの、投稿全部聞いたよね確か、みちさん寂しい。もうあのそのファンクラブのみのになっちゃった。いいねもねどん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 ね、あの減っていってます、あのいいね欄から。だからね、あ、みちさんからめっちゃ昔の投稿にいいね来たと思ったけど、それ外されてるやつなんですよね寂しい。みち、え、ねえみちさん、そうだよね、ファンクラブのやつですよね。ファンクラブみんな入ったの、みちさんのファンクラブ、まあ、みちさんのファンの方はだけど、会員登録はこちらだって、私はまだ入ってない。へえ、これ月、月ってことか。へえ、え、すごい、入ろうかな入ろうかな。だってさ、バースデー動画配信ニックネーム入りって書いてる、みつさんの入ろうかな。コキンさん、ハートありがとうございます。え、そうだよね、今月中に入ったら早期特典もある、そうだよね、4月30日までサンクス動画ニックネーム入りだって。だってソロハちゃんってことよね、そんな
え、でもね、本当にさ、メールがみちさんの届かなくなってめっちゃ寂しいんだよね。もうなんか悲しくなっちゃうから。ブログ、ムービー、ラジオ、フォト。ファンクラブ入ったな。うわぜひ。うわ、入ったの？あさって配信もあるし。え、入ったの？すごい早いね。やっぱそらそうか。4月1日から。毎月自分頑張るために頑張ったよ、チキンから。本当だ、5日月金曜日。うわ、待って、5日金曜日、私これは見れない可能性もあるな。ちょっと待って。あ、ちょっと待って。え、18時から？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。お仕事が終わる時間と一緒だ。見えるかな？でもこのさ、みちさんのこの個性的な感じが好き。いつかお仕事なんですよ、ありがたいことに。ひょえー、ケンジさん、ピカピカありがとう。早いね。こんばんは。じゃあ要相談しよう。4月30日まで。もうさ、みんなさいなくなっちゃうの寂しいよね。ゆう、え、だって今週ですよね、リッセンちゃんとみなみさんって。ゆうかちゃんが今月末で、ひなさんが来月頭で、パンちゃん今月末か。え、本当にいなくなっちゃう。どんどんすぐ。あ、そういえば皆さん、ドラさんコンサート受付中ですので、これなんだっけ、E プラスだ。ドラさんコンサートも、でもありがたいことに、菜の花畑席、一前から12列目までのなんか特典付きの席はもうありがたいことに完売ということで、残りはあの亀子席の花より女子席と、あと菜の花つぼみ席のみとなるんですけど、ドラさんコンサート、最初で最後のドラさんコンサート、3人でのお待ちしてます。今月の4月20日です。あと、今日ね、7周年ツアーの3期生のね、前座出演メンバーが発表されたんですけど、ドキドキ楽しみ。ワクワクする。菜の花畑席取ってる。嬉しい。12列目まで。なんかね、そう、昨日か、瀬取りがこれでいきますっていうのがゆうかちゃんから来たんですけど、うわーって感じ。うわー、早くしたいよーって感じです。で、ゆりさん今日お話しして、ちょっとダイエットも、ダイエットっていうか体の引き締めもっと頑張ろうと思ったので、頑張ります。みちさんの卒コンまでに痩せようと思ったんですけど、痩せれなかったので、あんまりこう痩せよう痩せようと思いすぎるとやっぱりダメなので、思いすぎず、でも頭の片隅には置いて、ちょっと体の引き締め頑張ります。そう、瀬戸り、いいですよ、瀬戸り、ワクワクって感じなんですけど。ちゃんとゆうかちゃんがやりたい曲とかを、やっぱゆうかちゃんが瀬戸りを決めてくださったんですけど、プラスやっぱり私たちのね、やりたいなっていう曲とかも入れてくれてて、こりゃ来るしかない。7周年の方はね、まだ分かんないのであれなんですけど、
ひなさんの卒コン、そしてドラさんのコンサート絶対来てください。まあ同日開催なのでね、昼も夜も来てくださると嬉しいなと思うんですけど、いいですよ、頑張ります。頭パンクしそうな気してるけど頑張ります。自分なら生きると思って。さあな、どんな曲があるかはね、まあ当日のお楽しみにっていう感じなんですけど、井出さんバラありがとうございます。お、亀子席当たりました。いっぱい取ってください。亀子ビジュアル上げておきます。どうやってあげるか分からんけど、でもね本当にね、亀子写真本当に素敵な写真がね今回も多くてね、もうあのブサイクな写真はちょっとね恥ずかしいんですけど、めっちゃね本当に撮ってくださってて、私もいいねとかしたいよってなってるんですけど、みんなの見ているのでありがとうございます。あのだからね、みんなもハッシュタグシナのソラハで検索して、ソラハの写真を載せてくださってる方のポストをいいねとかリポストしてくださると嬉しいです。もうねめっちゃすごい。夏の好きはご用心、もうガチでやりたかった曲なので本当に嬉しかったし、ルンルン、緑でペンライトカラーの緑で、みちさんとのツーショットも撮ってくださってる方いて、はざはざ嬉しい。夏好き、そうなのよ、夏好きいっぱいやっぱ撮ってくださってる。めっちゃ緊張したけどめっちゃ緊張した。瀬戸り来た時も嬉しかったし、対比来た時にみちさんと同じ歌割りしって知ってもう実況したし、うん、またいつかやりたいな夏好きでも。楽しかったノーウェイマンとかもできたし、あざ残ってるんですけど若干、でもリハーサルがやっぱりやばくて、あざがちゃんと持っていきました。サポーター振り入れっていうかレッスンの時にもうあざまみれになっちゃったのでやばいと思って、あの前日のリハーサルとかはちゃんと持っていきました。ノーウェイノーウェイまさかなんでよくあるんだろう、どうね、どうね、ふふふふふ、ありえないとこで片付けたくない、みんな暗闇の中もう根拠なんかいらない、いい組で構わない。トラちゃんインスタライブ始めたよ。いいな。ソラハもインスタグラムとか、もうインスタグラムやるってなったら SNS の媒体が増えてしまって、もううわーってなるから大変ってなっちゃうよね。だからメンバーみんなすごいよね。メールにファンクラブに STU のやつとかすごいよ。インスタグラムやるってなったら私メンバーの写真しか載せれない。かわちゃんお疲れ、ありがとうね、安住キャプテン発表からのリセットね。そうすごいマジで。みちさんがいっぱい考えてくださってる。瀬戸りかまちゃんハートありがとうございます。フォローありがとう。かまちゃんお疲れありがとう。皆さんも今日も一日お疲れ様です。火曜日お疲れ様です。それは明日は朝からで、あ、みんな明日はね新年度一発目の恋ラジだよ。あ、ベンズデー水曜日だった、火曜日は昨日だった。そうじゃん、昨日夜配信できんかったから、そう、あ、今日水曜日だ、明日は木曜日です明日木曜日は恋ラジです。みんなお便り送ってくださいましたか？
もう毎週出演ではなくなってしまうので、よりね今まで以上に一回一回を大切にしたいと思うので、プラスねどの木曜日の中でも一番お便りが多いって言っていただきたいので、皆さんお便り送ってください。お願いします。デビューです。デビューについてのお便り待ってます。よろしくお願いします。どんなことなんだろうな。新年度一発目、恋ラジミオ、恋ラジね、なにこれ。テーマはハモリ。あの曲はハモりたいけど自信がない、そんなあなたにプロの講師がスタジオに出る。ハモリの、すごい、ハモリなんだ明日。楽しみ、ハモリ。ヤオさん結婚してありがとう。ワクワク。新年度一発目の木曜日です。よろしくお願いします。あとね、皆さん昨日の STU ラボ見てくださいましたか。 STU ラボ、しんさんピカピカありがとう。今日はね、まいちゃんとりこちなんですけど、初日はね踊って、昨日はあの3期生の浜田ひみきちゃんが、ひーちゃんが皮をバナナをの皮を剥かずに皮ごと食べるっていう動画で、で一緒に食べようよみたいな言われたやつなんですけど、そう、ぜひこちらもね高評価と、いいね、高評価とコメントお待ちしてます。1ヶ月間は毎週投稿、毎週じゃない、毎日投稿なので、今日はねリコチまいちゃん見た、ありがとう。そう、チャンネル登録者数は今は1640人。ソラハの表情がめちゃめちゃ豊かでおもろかった。いやもう本当にね面白い。なんかバナナを皮ごと食べれるけど、やっぱ剥くやんか、みんないいから、なんかいけますみたいな、めっちゃびっくりした。でもいけたいけんことはなかったけどね、いけんことはなかったけど、でもなんかバナナの皮に栄養がめっちゃあるらしいけど、皮は剥いて食べようってなりましたかまちゃん推ししか勝たん、ありがとう。掛け軸ぜひね、いろんな方に見ていただける、なんか TikTok みたいな感じだよね。だからショート動画、 YouTube ショート、 TikTok っぽい感じで投稿されていくので、よろしくお願いします。4本中2本、半分占めてる、上がってるからね。楽しかった。ブリングバング、バング、トゥルル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 ルスーさんだるまありがとうございます。見てください。クリーピーナッツ、
あ、そうです、そうです、そうです。この前ちょうど歌番組で見たやつだったんですよね。朝の番組かな。なんかこの楽曲の裏話みたいのをしてて、朝の番組でちょうど見てた次の日ぐらいにこの動画で撮った、撮影したよ。発音、あ、嬉しい、ありがとうございます。お名前ありがとうございます。 ST48 ドラフト3期生の信濃空葉です。二十歳の兵庫県出身です。でもあと4ヶ月ぐらいで21になります。にゃー、全然二十歳の実感もないし21になる実感もないけど、あと4ヶ月で二十歳終わっちゃうので、今のうちにピチピチ二十歳の篠の空葉を見せてください。まあ、21歳になったからといって何かが変わるとかではないんですけど、お誕生日プレゼント待ってます。何にしよっかな、お誕生日プレゼントは。でもたくさんの、今日もねポストしたんだけど、愛が欲しい、愛が欲しい。みんなからの愛を伝えられる場が、お話し会とか、まあ、伝えてくれない人多いけど なんだったけど、もうお話し会もなくなっちゃって、今みんなと1対1で話せる時間がないんですよ。なのでたくさんの愛が欲しいです。よろしくお願いします。あ、今日ねノーベイマンの時に来た写真ポストしたから、いいねとリポストお願いします。ヘッドセットつけてる。タコアスケさんピカピカ、ポップコーンレインボースターありがとう。最新型ポンコツさん結婚してありがとう。あ、結婚してっていうギフトはごめんなさい、ちょっと無理なんですけど、愛が欲しいです。みんなか、みんなが、あ、それか浮気しないっていうこと、浮気しないっていうやつが欲しい。もう絶対に浮気しません、他の子見ません、他の子に目移りしませんっていう、契約書が欲しいですね。皆さん誕生日プレゼントで、分かりましたか。もうプレゼントとかじゃなくていいんで、他の子見ません、浮気しません、空葉一途ですっていうことが書かれた空葉との契約書をにサインして送ってください。それが最高のプレゼントです。一番嬉しいプレゼント、それを破ったらもう、もうさよならです。 さよなら。空葉だけ、他の子ちょっと見たりとかしたらもうアウトー、ビッビビーアウトー。 BBB さんピカピカ、トリーさんピカピカありがとう。グループ内限定なら契約します。あれ？グループ？ No, no, no. アイドル。アーティスト。アーティストです。STU48 内じゃなくて、もう STU48 ではなく、他の48グループでもなく、アイドルでもなく、アーティスト。アーティストの中で。契約しません。なんでですか？送りましょうか？あ、私のファンクラブができたら、そういう契約書、送ろう。わからん。どんなかわからんけど。初めての、あ、なんか初めてのファンクラブイベントのプレゼントは、空葉一途になるっていう契約書。え、書いとこう。もしもファンクラブできた時用にね、なんか、書いてるんですよ。自分がファンクラブできたらこういうことしたいなみたいなやつ。一途契約書
プレゼントとか。ルールを破るためにあるっていう、いや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 、ルール破る人はダメですよ。ファンクラブできる人も近いの。でもね、この前撮影みたいのはしたんですけど、生写真撮影、あのこの前メールに送ったじゃないですか、撮ってないんですよ。ない、撮影がない、ファンクラブ用撮影がない、会員証が契約書になって。怖っ。確かにね、そうしようかな。もう会員証に書いてる、ソラハ一途。もう重々でいきます。もう絶対契約、違約金はもう違約金、みんなの心をもらう、浮気心をもらう。よくない？違約金じゃなくて違約心。みんなの心、ファンミーコール。確かにファンミーティングがあったらもうその企画内で書いてもらう。何年でも何百年でも契約したい。うわ、もう一途っていいです。一途になって、みんなも一途になりましょう。みんなが一途になる、ソラハに一途になる、他の子は見なくなる、ソラハだけを見ることになる。催眠術。ソラハだけしか見れなくなる、ソラハだけしか見れなくなる、他の子のところ行けなくなる。違約心ダメだから。ファンミのタイトルだね。ファンミのタイトルは、契約を結ぼう、ソラハと契約を結ぼうにしよう。ソラハと契約を結ぼう一途編。次、ソラハと契約を結ぼう、一途編2。もう絶対一途、確実一途。ファンミのタイトル、契約、あ、わ、いいね、契約更新、契約更新。魂と引き換えに、あれやん、純潔みたいな、魂と引き換え、いいやん、契約更新、ソラハ条約、ソラハ、え、ソラハ、ソラハ契約、ええやん、更新いいね、面白い。全くできてもないし、撮影もしてないんですけど、勝手にファンクラブができた時のこと考えて、いいやん。いけない人は、あの、いけない人はいけない人でも、ファンクラブのやつでやる。入ってくださってる人に全員に送る。契約破りそう、まあダメですよ、更新しないと、更新していかないと、ソラハのことしか見れなくなる。誓いの儀、何しよっかな。みんな人それぞれステージに立って言ってもらう。6月から倒しで戻ります。もうずっと好きでいてください。好き、もう好き、ちゃんと好きっていう気持ちを忘れないでほしい。みんながソラのこと好きじゃなくなったら、ソラハも好きじゃなくなるし、ふん。みんなが好きじゃなくなったら、そのみんなのこと好きじゃなくなるからね。一生覚えてるけどね。一回ソラのこと好きになってくださった方のことってさ、忘れんくない？普通自分のことも好きになってくださった方のことって忘れないから、よろしくやで。みんなソラハを、ソラハから離れようと思ってる、そこのあなた。
離れれないよ。はん。え、もう30分？ん？ん？1時間経ったのか。え、私いつカラオケしようかなと思ってさ、ずっとさイヤホンさうじうじしとったんやけど。ちょっと歌って23時に終わろうかな。パイナミさんピカピカありがとう。野球推し活が終わったら飛んできました。そうだよね、野球のシーズンだよね。ソラハも友達と行きたい。でも友達はこの前言ってくれたんだよね、シーズン始まるから行こうって。あのこの前焼肉行った時にあの誘ってくれたの。野球行きたい。野球ちょっと待ってくださいね。わお。びっくりした。今連絡が来てた。イキャさんお疲れ、ありがとう。歌を23時に終わろう。何気に色っぽい字だって。私に色っぽい要素がありますか。天井見せちゃう。変わったかな。私に色気はないですよ。全然色気担当でも色気のいの字もないですから。私に色気はゼロです。 YD さんありがとう。ラブレター。色っぽさありますだって。どこがどこがよ。私で色っぽさあるんだったらもうメンバーみんなあります。もうそれは私はないですから。よし、歌おう。これガーチでやりたかった、やりたかった。やすいません、画面が暗すぎたので。なんか目疲れないように画面を普段暗くしてるんですけど、ちょっと配信だと暗すぎたのでちょっと明るくしました。ノブローさんハート、 D 作さん結婚してありがとう。混んでやったやつ。あ。サマータイム、サマーラブ、幻想、どうする？まるで子猫ちゃんみたいにしゃがんで工事を見てるけど。きっと呼んでも来ないんだろう。なんか懐かなそうで。話したって関わったって、雨どうだ。それでも気になってしまう。なぜか無視できないんだ。まさかこれって恋かな。そんなわけない、やめてくれ。夏
だけど気軽に手を出しちゃったら絶対後には引けねえ。君が近づく僕も近づく、ああ危険。理想のタイプと違う、手には負えない君さ。だからこそ遅い、余計になんかビビッと来ちゃったよ。不意のキスは意味不明、気づいたらしてた。どっちの方からしたか覚えてない。なんかハートハーブ使ってハートしたんだよ。ちゃんと準備してたら完璧にしたのに、ああポンコツだね。理屈じゃない、もっと本能的な、目に見えないフェロモンってやつ。やられたらしい、ノックアウトさ。僕は無抵抗でしかない。夏の過ぎはご用心、ただの蜃気楼。暑さにぼーっとなった、さあ隠さ。いつもならば冷静に判断できるのに、ギラギラと照りつける太陽に誘われて、あれなんだか変さまき。I'm sorry, チャン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 、カワザミッシュ。リトルチャーピングトリップのメンバーがね、歌ってた、休養中。いいな、この恋は休養中。でで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 でチャートリ。いいな、チャートリもやりたい。可愛い曲担当になろう、新年度から可愛い曲担当になります。スーさんハート、通りすがりチャーハン焼きそばさん音符、うわ名前やばい。カイトさん音符ありがとう、飯テロ。最新型ポンコツさんペンライト、池谷さんペンライト、としきさん、うさん、カイトさん、 BBB さん音符、イケアスさん、エイランチさん、ペンナイト、テネウナギさん、はじめだよさん、音符、ミロさん、ハート、エイムさん、音符、はじめだよさん、ペンナイト、ノブローさん、ハート、ミロさんもありがとう。やばい、お腹空いちゃった。今日夜食べてなくて、お昼にカルボナーラとチーズケーキとかパンとか食べたんですよ、ランチ食べて。で、帰ってきてから、あ、そう、ミツさんの、卒業公演、コンサートが終わったので昨日アイス食べて、ゆいさんとで、今日も久しぶりに1ヶ月ぶりぐらいにパリパリサンドを食べたんですけど、美味しくて酒食べちゃって、バリバリサンド食べちゃって、なんか前に買ってたなんかコンビニのタンみたいなさっき食べたけど夜食べてなくて、でも夜は今日は鍋にしようと思ってたんですけど、もうさすがに11時なので食べれないんですけども、今日はしめじとえのきともやしともも肉で鍋作ろうと思ってたんですけど、もうさすがに遅すぎるから食べれない。でもさっきちょっとお腹空いちゃって、煎じ肉開けた。煎じ肉は塩分は高いけどカロリーはも高いけどいいかなと思ってちょっと開けちゃった。大好き、これ煎じ肉大好き、おつまみ大好きです。ブリスケさんハートありがとう。だから、ね、昨日ね夜ゆりさんとご飯行った時に、おつまみみたいな
お通しみたいな感じで枝豆のなんか塩の枝豆じゃなくて枝豆になんかめっちゃ味ついてるやつが出てきてめっちゃ美味しくて、私おつまみ大好きだから、おつまみおすすめのおつまみとかあればぜひ教えてください。おつまみ大好き。ハッシュタグそら通信で教えてください。イキャンさんいいねありがとう。久しぶりに披露した手遅れ交渉、もうみちゅさんがいなくなっちゃったからできない、悲しい。
なんかさ、この前、これは僕恋公演で一期ドラさんでやってた公演でやってたやつなんですけど、ゆみりんさん、ふうさん、みゆみゆさん、かのんさん、こっこさん、マリーナさん、ほのたんさんかな、え、かな、全然いなくて、二期生ちゃんがいっぱいいすぎてびっくりした。リハーサルの時から僕恋の時にやってたので、多分ね、今回みつさんが選んでたんだけど、え、合ってる、がいなかった。はじめはもうそういうメンバーさんで一期ドラさんでたんですけど、半分ぐらいが二期生ちゃんでびっくりした。なんか寂しくなった。あ、3年ぐらい、3年前と全然違うなってなって、振り入れ動画、参考動画がその僕恋公演の時のおやつだったんですけど、見て全然いなくて悲しくなった。プラスだってさ、みつさん、ひなさん、みなみさん、ゆうかちゃんいなくなるからさ、よりいなくなる。スノーさん、ハート、私のハートも手遅れコーションさん、音符、最新型ポンコツさん、ペンライト、カイトさん、トシキさん、アスパラさん、音符、イキアスさん、北斗のタカさん、ミーさん、ペンライト、カイトさん、オプスさん、ダルマ、ありがとう。そうだよ、僕恋公演の初日がねえ、やばいよね。だこの前さ、そのミツさんの卒コン前にいっぱい自分でこう見返してたんですけど、写真とかを。早すぎる。嬉しい、ゆりさんが喜んでたよって、嬉しい。尾道ラーメンプレゼントした、よかった、喜んでいただけて、教えてくれてありがとう。ひろくんだぜさん、ハートありがとう。どん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 卒業しちゃう、キングさん、ハートありがとう、フォローもありがとうございます。すんごいヒートテック、 STU48、 ドラフト3期生の篠野空葉です。やばい、あと1曲ぐらいかな。ハートの独占権耐えてないのか。めっちゃさ、ハートの独占権のさ、カメコ写真がめっちゃ出てきた。みちさんとちおさんのやつあんなことがあったんですねってなった。知らなかった、びっくりした。ステージ上ではあんな大変なことが、カメコ写真見て気づいた。キュキュキュ、可愛かったな。ナイスタミーちゃん、あなたと出会えて、懐かしい。もう懐かしく感じてしまう、まだ2日前なのに。初めはピンとこなかった、ちょっと面倒な気がしてた、聞かれることだけ黙ってうなずいた。いい人だとわかったけど、まるでタイプじゃなかったからよ。仲良くならないつもりだったのに、どこでどうしちゃったんだろう。私知らぬ間に恋に落ちてたの。何がきっかけ
はじめの予算ミラーボールありがとう。全然かっこよくないの、周りの友達はみんなどこがいいのって呆れているけど、今までいなかったような純粋な目をしたふと私の中に目植えきなかったので、何がどうしちゃったんだろう、私気づいたらメール待ってたり、ラブソングを聞きながら泣いていたり、女の子の上の空病、ハート型ウイルスは性格変えちゃうみたい、あなたに熱あげてゆく、息苦しくなるの、頭ぼっとしてしまって、愛の意味も気づかなかった。絶対にありえない、そう思ってたのに、なんだか私あなたのことが好きみたい。ポンポンさんハート、キングさんハート、イキャスさんペンライト、リーサクさんハート、エルランチさんレインボースターありがとう。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい、どんな注射も効かないわ、あなたのことばかり考えてしまうの、何も手につかないくらい、何も手につかないくらい。ザキヤマさんハート、ポンポンさんハートありがとう。ちなみに自慢なんですけど、あのみちさんがセリフ言ってるところの動画、本番の動画、あの持ってますカメラでとろみちこっこさんの写真をいっぱい撮ってたんですけど、ハート型の時は誰かといたの時はちょっともう撮れなかったんですけど、ハート型の時は撮ってて、その時だけあの動画にして撮りました。後ろ姿なんだけどね、こっからの後ろ姿だからなんだけど、本番の動画持ってる、かわいいかわいい動画を持ってます。カメコしてました、あの袖から。キングさんレインボースターありがとう、あラブレターありがとう、ハートもありがとう、日立さん号さんペンライト、脇山さんハートありがとう。そうメンバーマウントして配信終わりたいと思います。そう、あのカメラの SD カードにも入ってるし、もう携帯にも映したので、携帯にもあるので、いずれも見ることができます。リリさんとコッコさんと近くてイチャイチャしてるやつかわいい。でもね、本番は正面から見れなかったからな、リハーサルはね見れたんですけど、正面から客席座って本番見れなかったから負けた、みんなに。リーサクさん結婚してかわいい、ありがとう。それではそれでは壇上を読みたいと思います。13位キズナさん、12位スーさん、11位アライさん、10位ビービービーさん、9位トシキさん、8位ミーさん、7位タカケイさん、6位タコスケさん、5位キャスさん、4位はじめだよさん、3位天然うなぎさん、2位かまちゃん、そして1位はカイトさん、ありがとうございました。ありがとう。ハッシュタグカメコエソラハでダメですよ、ブブー。でもちゃんとみちさんにはお送りしました、プレゼント、ソラハだけのものにします。ソラハとみちさんだけのものにしよう。おやすみなさい、ありがとう。みんな明日は恋ラジです。この配信が終わった後にお便りお待ちしてます、よろしくです。
してね、明日はマイキューの誕生日だ。マイキュー25歳のお誕生日、 LINE 送っちゃおう。だから急いで、はい、お風呂入ってすぐに LINE の準備して LINE 送っていきます、たいと思います。では配信を終了します。見に来てくださった皆さんありがとうございました。ではまた明日夜かな、お会いしましょう。ではバイチャラポー、またね、ありがとうございました。